はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。初めまして、またどうも、初めまして。そうじゃない方はなんだかよくわからんが、これなんだ、はい、Life is Strange True Colors ですね。今回何のご縁かね、他にもたくさん配信者さんいると思うんですけれども、多分結構な数の方が先行プレイをねする機会をいただいているんじゃないかなと思っておりますが、その中に R も入っていたのでやらせていただきます。よろしくお願いします。あ、お読めと、はい、続けるでいいのかな。あ、本作品はアクセシビリティ設定でプレイヤーの体験をカスタマイズできます。設定をしますか、なんだかよくわかんないで設定しましょう。あ、こういうこと、あ、こういうことか。制限時間、あー長くなります。あー、なるほど。一部のミニゲーム、ミニゲームあるの？操作、力の発動。やっぱ Life is Strange、ある2はやってないんですけど、1ね、プレイさせていただいて、それをね、見ていただいたのか、それとも、これ、デフォルトでいいかな、全部。なんかちょっと、文字が左に寄っているような気がするんですけど。まあ、これでいいでしょう。限定ニュースは受け取りません。あんまり好きじゃないんですよね。じゃあ新しく始めましょう。よろしくお願いします。特にその金銭的なものがあるわけじゃないんでね、普通に遊んでどうぞみたいな感じだったんで。アレックス、主人公の名前はアレックスらしいですね。女の子かな。アレックス、ついにここを離れる日が来たわね。あなたがこのグループホームに来てからの8年間、いろいろあったわね。はい。これからはお兄さんと暮らすのね。そうです。お兄さんが住んでるのはコロラドのヘイブンスプリングスで合ってる？環境がガラッと変わるわね。そこで何をするかもう決まってるの？とりあえず兄と一緒にバーでバイトをするつもりです。人と接するってことね。まあ、あなたの問題についてお兄さんは知ってるの？その質問って今関係あるんですか？アレックス、あなたのことが心配だから聞いてるの。あなたにはこれまでいろんなことがあったから、幸せになってほしいのよ。兄にはあのことは伝えてません。ここを出たら普通の人生を歩みたいから。基本的にムービー中はあまり喋らないようにしていくつもりでいます。常にロード中くらいかな、喋れるとしたら。音楽初っ端からいいっすね。オープニングからすごい良かったね。ちょっとあ、いいかもって思っちゃった。エピソード1サイド A、 一応エピソード1をちょっとつらつらとやっていく感じになると思いますが、どうですかね、どんな感じになるんだか。早速さ、アレックスのさ、目超綺麗でしたね。茶色、茶色っていうかゴールドっぽい、ライトブラウンっていうか。あ、ズタ袋かっこいい。兄さんとの待ち合わせ橋の上って言ってたっけ？あ、
カメラだけちょっと変えさせてもらっていいですかね、これ。あの、この重要な選択の最終確認っていうボタンがあるんですけど、ある、間違うんですよね。あの、例えば、これで、本物はどっちですかって言ってんのに、俺偽物の方を勘違いして選んだりとか、ね、選びたい方を間違えてね、選んだりっていうのを、まあ、Life is Strange の方でもやらかしたことがね、あって、さすがに自分で引いたんですけど。R、はいはいはい、カメラで動かす。はい、R、R でございます。アルファベットの R です。よろしくお願いします。最近だと他に、デュープリズムっていうゲームとか、あ、これもあの、スクエアエニックスさん発売。まあ、発売元とまた開発って違うんであれですけどね。あと他に、リンダ・キューバー・ゲインとかをちょっと、今、3本撮りやってる地獄ですね。病み上がりで地獄の3本実況。おいおいおい、死ぬわ俺と。いう感じなんですけど、とにかくね、ゲーム好きなんで、ゲームで死にたいっていうのは、テーマですね。生きてるうちに。思い出に吹けぬやめる。ああ、こんな土地あるんですかね。これ Life is Strange でもありましたね。2とかでもこういうのあるのか。ああ、いいな。なんか こんなとこあったら行ってみたいね。アレックス、ちょうど R みたいな髪型してますね、アレックス。うわ、本当に兄さんだ。あ、ついつい抱きしめちまったけど、8年ぶりとはいえやりすぎたか。ん、そんなことないよ。全然そんなことないよ。でもそれはさすがに力を入れすぎだ。ようやく再会できた。夢じゃないよな。うん。もう何何何、早速光っちゃってんだけど。そばにいてやれなかったけど、ほんとでかくなったな。大きくなったでしょ。あ、うん、だいぶ経つしな。じゃあ行こうか。うん、でも緊張するな。俺もだ。これ取られてるからな。さあ、ブラックランタンに向かおう。部屋はその上って言ったよな。だね。バスで来たんだろ。疲れなかったか。大丈夫。途中の景色もすごかったし。おっと、ナイスタイミング。ほら、こちらはエレノア。この花屋のオーナーで、ヘイブンスプリングスみんなの母ってところだな。会うのをずっと楽しみにしてたのよ。よく来たわね。あなたのことは聞いてるわ、彼からいろいろとね。お世話になります。人の心が読める系。いい人だね、女子。そうだろ。まあちょっとハグマだけどな。知ってる。ようこそ。
ヘイブンツアーはこの店から始まるんだ。その通り。中についてくれば面白いショーも見れるぞ。ゲイブ、喧嘩中の彼女に仲直りの花を買うだ。へえ、面白そうだね。評判なんだぜ。あら、ライリー、妹を連れてきたぜ。あなたの短所は？何？受験する大学の面接対策だよ。ゲイブが指導してくれててね。誠実に答えろってな。他に何かある？嘘とか？嘘っていうわけじゃなくて、伝え方を工夫するだけ。つい頑張りすぎちゃうとか、捨て犬をほっとけないとか。逆効果だっつってんのに聞かねえんだよ。はいはい、どう思う？ん？ああ、俺は正直に。私だったら正直に話すかな。人柄で勝負するよ。ほらな。へえ、この兄にしてこの妹ありって感じね。そうかもね。なあ、ちょっといいか。買う花を迷っててな。彼女が好きなひまわりか、謝るとき送るのに最適らしいこのスズラン、どうだ？え？ああ、答えないっていう選択もあるんだけど、別に好きならひまわりでいいじゃん。ひまわりが好きなんだったら当然そっちでしょ。やっぱりそうだよな。マックもたまにはお花を買ってくれたりしないかしら。まあないわね。まだ付き合ってんのか？ええ、まあそうは言ってもいつまで続くかな。そうか、これつけて。ええ、つけて。面接のことをマックに言わないのか？ええ、いいのよ今は。まあいいけどな。もう出れるぞ。わかった。出る前にちょっと見てこうかな。お花は好きですか？ R は結構好きです。素敵な庭に絶対置かれてるやつ。アレックスがどういう、ね、感じの子なのかちょっと分かんないからな。女の子だとアレックスってあだ名とかあんのかな。この椅子多分座ったらダメなやつだよね。壊れない椅子なのにぶち壊す芸人がいているらしい。あ、アレックス自体があれか、あのアレクサンダーとかのあだ名だったりするのかな。私もあらゆる花を枯らす秘訣って本出そうかな。俺もな、枯らしちゃうんすよね。サボテンですら昔枯らしましたからね。結構難しいんですよね、サボテンも。でっかいサボテンだと強かったりするんですけど、ミニサボテンってね、結構100均とかで売られてるんですけど、逆にこう強くなかったり、本来のサボテンの力じゃなかったりね、日本用にその栽培っていうか改良されてたりしてるんで、あんまりこう太陽とか日光に強くなかったりとかね。養護施設に入れられて兄弟と8年間生き別れになってた時に使えるカードなんてないか、残念。ちゃんとしたというか、ちゃんと血はつながっているのかな。目の色も同じだしね。花束を突っ込むだけで何でもおしゃれにできるんだな。あんまり気にかけすぎない方がいいんですかね。俺は気にかけてないんですけどね。このノーム垢抜けすぎ。小人のことをノームっていうのかな、なんか妖精のことかな。サングラスをかけていく。あ、ノームにかけてあげるんだ。完璧。かわいい。悪もノームだな。ノームベル平和賞を取った子だよ。その冗談楽しい？まあね。まあ年齢差もあるのかもしれないけど、ちょっと性格が合わなそうですね、この兄弟と。タイニーハウスはここでも人気か。これ何度もやっても特にアレックスの感想は変わらないのかな。改めて能人形。お嬢さん、一緒に一杯どうだい。ひょうきんだよね、どちらもさ。いいと思うけどね。
ひまわり喜んでくれるかな。どうすかね、まあ、雰囲気とか大好き人間なんで、スズランとかでもね、こう謝る雰囲気とか出してもいいのかもしれないけど、でもひまわりが好きって言ってんだったらひまわりの方がいいと思うけど、どうなんですかね。謝られるガチ勢の人はどうですか。これ誰の写真だろう。特に素敵でしょ。おう、うん、おじいちゃんおばあちゃん。いえ、でもすごくいい人だった。マルフィーさんって言って、彼らからおばあちゃんがここを買ったの。写真を飾られるほど大切な人たちなんだね。確かにさ、嫌な人の写真は置かないけど、いい人の写真とかってね、思い入れのある人って置けますもんね。ああ、写真か、なるほどね。なんかちょっといいかも。そしてずかずかスタッフルームに入っていくけど、特に何もないと。ランニングはできないのか。あ、なんだ、変なボタン押しちゃったから。あ、ね、RL2 ボタンを押すとね、なんか不思議な力が起きそうな気がする。ん、これの表示中に、あ、これ長押しでオーラを見る。うわー、ドスグレー暗黒オーラ出してるぜ。ん、落ちちゃったらどうしよう。それよりもし受かったら町を出る決心つくのかしら。この町を離れたくないみたい。ならいいとこってことだよね。ああ、なるほどね。今回のライフイズストレンジ、まあアレックスの能力は本当に人の心を読める能力なのか。私のせいで大学落ちたりしないといいけど、まあないか。さすがに人一人の一挙手一投足で落ちることはないと思うに、影響がある人ではないから。あれ、何してんだ。私のせいで大学落ちたりしないといいけど。もっと見る。落ちちゃったらどうしよう。それよりもし受かったら町を出る決心つくのかしら。あ、これ以外何もないぞ。あとはもう帰ればいいのかな。出るか。勝手に出ていいのかな。行こう。ライリー、またな。まあちょっとナーバスだよね。大学っつってたから高校生、めっちゃ大人びてんだけど。ひまわりとかお花だってさ、そんな安くない。シャーロットとは何年くらい。からね。3年くらいになるかな。何度も花を送ったんだろうね。まあな。風が出てきたな。平気か。大丈夫だよ。落ちたらやば。会話を途切れすんじゃねえ。これ素敵だね。サンキュー。そこにあるやつ全部俺の手作りなんだぜ。え、すごいじゃん。お店開けば。お断りするよ。着いたぞ。俺結構さ、冗談とかがわからないんで、割と全部本気にしちゃうんだけど、今のも冗談なのかな。俺あんま冗談言わないからわかんねえんだよな。あ、どいつもこいつもじゃないんだね、オーラが見られるのは。うん、そうなんだ。なんだい。葉っぱ予定日時。あー、なんかぶち壊すのか、タイフォン車。これってこの辺りではちょこちょこ爆発があるってこと。たまにこっちまで揺れることもあるぞ。やば。ああ、どこで爆発するかは詳細はよく分かんなかったけど、この辺じゃないのか。お兄ちゃん、ああ、またドス黒いオーラが出てる。まずはシャーロットと仲直りしないと。それからアレックスとシャーロットに仲良くなってもらえばもう安心だ。私のために気を使ってくれてるんだ。優しいな。やべえな俺、もう安心だっていうのはこうシャーロットと自分の中のことかと思っちゃったんだけど、人の心を読めても人の心って分かんないんですね。ライブどうだった。アレックスと俺との意見の違いっていうか。地元養蜂家、ミツバチ飼育数で州の記録更新。大スクープだね。養蜂なめんな。お前の記録いくつだ。
確か最高でゼロだったかな。うわ、何これ、マジ。まああんまり寄り道とかは多分しないと思うんですけど、最初のうちはね。ヨガ、ゴートヨガ、ヤギヨガ、ヤギと一緒に、え、面白そう。あるじゃんか。ねえ、これゴートヨガって何。体硬いんでね。ヤギと一緒にやるヨガだよ。まあコロラドらしいだろ。多分ヤギの上に乗っかって、背中の上に乗っかってヨガするんだろうな。もしくはヤギに乗っかられる可能性もある。兄さんがいるだけであの花屋の経営は安泰だね。だってこれいくらすんだろう。金の話したくないけどさ、ひまわり 1,2,3,4,5,6,7,8,8束9,9,10,11,10束ぐらいあるでしょ。10束っていうか 10本。そのお花めっちゃ様になってる。すごい綺麗。そうだろ。ちょっと中で話してくるから待っててくれ。紹介は後でするからさ。悪いな。気にしないでいいよ。ちょっとじゃ済まないけどね。絶対。ん？君は？アレックスだよね。僕イーサン。知ってるでしょ？ああ、シャーロットの。その本は？ナインスワーデン。ああ、静音の杖を見つかった？まだ見つかってないんだよね。10日の腕輪が必要なのに気づいてないからさ。透明になるより火をやついたい。透明になりたい。あー、火かな。透明になるのもいいんだけど、火を操りたいな。うっかり仲間を火傷させたりしちゃうんじゃない？危なそう。僕も漫画を描いてるんだ。よかったら見る？うん、見たいな。まあ、正直透明人間にもなりたかった。それあげる。レコード屋で売るのにたくさん作ったから。うわ、これはすごいね。面白そう。あれ、どっか出かけるの？鉱山だよ。なんで鉱山なんかに？鉱山のあちこちにトンネルがあってさ、入れそうなやつがあるんだ。うん、鉱山のことはよく知らないけど、なんかすごく怖そうだね。ちょっと探検するだけだし大丈夫だよ。やっぱ話すんじゃなかった。ん？私もよく探検した。あ、この子探検したのかな。まあ、気をつければいいんじゃん。うざいかもだけど、その気をつけてね。いい？大丈夫だよ、ほんと。じゃあ私レコード屋に行くね。本ありがとう。分かってくれねえってな、きついっすよね。お互いに分かってあげられないのももしかしたら申し訳ないしね。なんか前あった悟られは勝手に気持ちを伝えちゃう方か。誰かで構わず脳みそに直接叩き込まれる感じじゃないんですね。自分の意思で読もうとする。あ、だから空気が読める子すごいなっていうことにはなるんだろうけど、選択肢選ぶの俺だからな。そこがね、大きな問題だよね。昔兄さんと一緒に来たお店みたいだ。バイトで稼いだお金を貯めて私のためにレコードを買ってくれたな。ネイル綺麗。変なの、あれから何年も経ってるのにまたレコード屋で兄さんを待ってるなんて。でも今度は私が買う番だね。あれって、
ユニコーンサンドイッチ、ゾンビパレード、ユニコーンサンドイッチいいですか自分。てかユニコーンサンドイッチってなんですか。卵アレルギーなんでサンドイッチきついんですけど。お送りした曲はボムスクワッドのザ・ウェンズデーでした。次は最高にクールな子からのリクエスト、楽しんで。レコードってかっこいいっすよね。壁にさ、ね、コンクリート打ちっぱなしの壁になんかこう飾ってあったりするやつとかちょっとおしゃれ。ごめん、実は今閉店中なんだ。まあ勘違いするのも無理はないと思うけど。ってまさかアレックス？そうだけど。やっぱり。ああ、ゲイブから君のこと聞いてて。それで。ライアンだ。どうも、よろしく。それで、この街はどう？気に入った？ん？今のところね、すごい良さそうだよね。今のところ気に入ってる。その、あんま期待してなかったんだけど。この店とかいい感じだし。だろ？この町の名物だからね。で、閉店中って言ってたけど、なんでライアンは中にいたの？必要なものがあって開けてもらったとか？まあ、そんなとこ。アウトドア好きなら覚えておきたい野鳥のさえずり全集。マニアックだね。私も変な CD は持ってるけど、さすがにこれはマニアック度が高すぎない？仕事よって言いたいとこなんだけど、これ実は好きなんだよ。じゃあ仕事って？パークレンジャーなんだ。そういうことだったんだ。でもタイミング悪かったな。できれば兄さんに何かプレゼント買いたかったのに。まあ今もレコード聞いてるかわからないけど。聞くよ。誕生日にレコードプレイヤーもらってたし。そういえば取り置きがあったよ。勝手に見てもいいの？大丈夫、売れりゃ文句言わないよ。でも肝心のリストが見当たらないな。くそ、どこに行ったんだ。ごめんよ。私も探すの手伝うよ。どこから探したらいい？え、マジで？見当つかないな。ステフそこんとこ適当だし。お、メールが。一旦区切ろっか。